どうも、鳥の爪ダンソートです。ホラーゲーム企画、カルスの爪第673弾はこちらのゲーム、リムフロムリムやっていきたいと思います。ちょっと前に流行ったバックショットロワイヤルっていうホラーゲームがあるんですけども、それの派生タイトルっていう感じのゲームですね。相手と1対1のカードゲーム勝負をして負けたら指を失うっていうもうとんでもない設定になってます。まあ全編英語しかないということなので、とりあえず雰囲気で楽しんでいきつつ、必要そうなら翻訳していきましょう。ということで早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあということでやっていきましょう。とりあえずなんか軽いルール説明みたいのをされたんだけど、はっきり言ってよくわかりませんでした多分これが自分のマスなわけだよね。でこれを進めていって対戦相手と戦っていくっていう感じだったと思います。でおそらくなんだけど、これは相手の指とかを保管するようなとこなんじゃないかな指失ってもいいから試合やろうぜじゃあこれで対戦相手を、はいはいはい、見つけていくというか、でアイテムマスみたいにこれ今止まったのかな。あ、なるほどね。どっちか一つのアイテムをとりあえず選んでいいよみたいなことだよね。で、これは目だよね。すごいな。とりあえず左側の目の方に関してはカードの価値を明らかにするっていう能力があるみたいだね。まあとりあえず、まあ、最初のうちなんで指失ってもいいから本当にガンガンやっていこうか。とりあえずピエロの方にしてみました。うん、ピエロ好きなんで理由は至ってシンプル、ピエロが好きだから。さあじゃあこれでさらにマスを進めていけばいいってことだね。でちょっと迷路みたいな感じになってんだな。うん、でマスがまた新たなマスに止まったということで、あ、なるほど、またこれテレビでアナウンスかな。カードゲームに関しての説明をしてくれるみたいなね。互いに5枚ずつの手札が持ってんだな。でセーフっていうのが31枚、デスっていうのが16枚、でジョーカーが8枚あるんだな、うん、セーフを引けばターンがパスされると、まあ、安全だったよと、指を失う必要がなくて、デスを引いちゃうと指を失ってしまうと。There will be a monitor keeping track of the amount of death cards currently on the table. If three jokers are drawn, an execution will begin.あーでジョーカーは多分3枚揃っちゃうとアウトなんだろうな。なんかそんな感じだよね。でまあその勝負に勝てばまたさっきのボードがあるところとかに戻っていくみたいな感じなのかな。まあちょっとすごいやつぎ早にルール説明されてますけどもであとはそのアイテムとかもあるから、そういうので試合を有利に進めていくみたいなことなのかな。ショップなんかもあるのか。多分相手の指を、そうだよね、ホルマリン付けしといてコレクションするなり、なんかその売ったりとかもできるってことなのかな。とにかく指を集めていくってことだよなやばいね、遊戯王だったらね、序盤のペガサス上編とかだったらスターチップ集めるみたいなのあったけど、あれの指集める場みたいなもんだもんねペガサスもびっくりね。さあで対戦相手がこの人なんだね。はいはいはい。おお、結構なんかリアルな、ちょっとクリーチャーっぽいような見た目だけど、奥になんかもう倒れてる人何人かいねえか。さあでとりあえず試合がもうすでにスタートしてるみたいだね。あーなんかカメラもあるね。俺のターンドローみたいのはないみたいだね。まあとりあえずやってみましょうか。お互いに持ち札が5枚ずつあって、それを1枚ずつ選んでいくと、とりあえずセーフを引けばいいんだろう。まあ真ん中から行ってみようか。あーオッケー、さあセーフだ、お前のターンだぜまあそうだよな、簡単にはそんなジョーカーやデスを引くわけがないんだよな。ジョーカー出ちゃったこれが場に3枚出ちゃうと良くないってことでしょ。相手セーフか、うん、なるほどね。やるじゃないか。なあやるじゃないか、お前名前は何て言うんだ。被験体 A と呼ばせてもらうぜ。さあデスお前は指を一本失うぜ、俺のターン、ドロー。いやジョーカーだ、ちょっと待って、ちょっと待って、配分が悪くないか。なあ俺の方だけジョーカー2枚もあるって何、やばくない。全部で8枚しかないんじゃないの。デスだ、ひい俺も一本失うぜ俺で互いのライフは同じだぜさあかかってきな。あ、なるほどね。とりあえず全部のカードを使い終わるともう一回5枚ずつお互いに、ハンドが増えるって感じなんだろうな。さあセーフ、これも完全な運ゲーだよな。一番左、オッケーセーフ。さあこれでもさ、ジョーカーを3枚目を出した方がやばいとかなのかな。なんかねトータルでっぽいような雰囲気もあるけどね。さあセーフ、お、よし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 、運ゲー勝ってきてるよ。いやちょっともうお前も運が強いなどっちがセーフなんだ。そもそもセーフがない可能性もある。こっちジョーカー、あ、やば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 いんじゃないの。
ジョーカー3枚出ちゃってるけど、そのまんま連続して俺のターンになっちゃうんだ。え、待って、これやばいんじゃない？にゃー、2本目いきました。うわー、にゃーじゃないんだよな。おいしそうだな、その指。うわ、マジか。で、そのまんま引き継ぐんだ、相手は、その持ち札をね。なるほどね。いや、一方的に不利にはなっちゃうね。指一本失いつつの連続俺のターンみたいになっちゃうってことか。ちょっとセーフが多くない？お前ずるくない？ちょっと一回このカメラとか使ってみようか。これどうなるんだろう。はい、チーズ、ね、映え。あー、見えるんだ。なるほどね。自分の手札がどこに何があるかが把握できるわけだね。ということはセーフを引き続けることもできる。これ強いな。5枚あるときに使った方がいいじゃん、こんなん。当然で、ジョーカーとかを引くタイミングとかも自分である種コントロールできるような。さあ、お前のデスだ。これで3本ずつ、全部5本失ったらアウトってことだよね。はい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 。じゃあこれはセーフを当然選ぶ。でも次で絶対俺ジョーカー引かなくちゃいけないもんね。おお、運が悪かったようだな。自分で食いちぎるとはなかなかじゃないか。あー、そうだよな、第一番って。もう棄権したらどうだ。デッキの上に手を置いてサレンダーと言うんだ。その置く手がないってか。じゃあ俺のターン生かしてもらうぜ。ジョーカーを場に出す。さあ、さらに5枚。おーっと。さ、どうした、運が悪いな。残り1本になっちまったな。このまま次のターンでお前は終わってしまうかもしれないぜ。行くぜ、俺のターン、セーフ。楽しいなこれ。あ、セーフか。あ、なんか暗がりになってるから怖っ。ちょっと前向いてきてんじゃん。ルールに反して攻撃してきそうな勢いだけど、このクリーチャーみたいな。怖いんだけど。うん、ここ行ってみようかな。よし、セーフ。あ、よい、運いいよ、運いいよ。なるべく指は失いたくない。当然相手もセーフか、さすがだな。ここでセーフ引いていく。よし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 、そろそろデス引いてもらいたい。5本目行ってもらって。あー、ありがとう、やったこれでお前の指はゼロだ。俺の勝ちだったようだな。さあ、じゃあこれで戻ってきたけど、あ、やっぱ棚の中にアイテムと指かな？ね、これ。結構面白いじゃん。次行ってみようか。1マス進む。あ、これでまたアイテムマスに止まったから、1個選択できるわけだね。カメラ強かったよな。あれなかったらワンチャンやられてたんじゃないかなっていう気がするけど。あー、これまたどっちも知らないやつだね。こっちがマッチボックス。翻訳してみましょうか。マッチボックス翻訳してみました。手札のカードを全て燃やす、それらをプレイ不可能にする。まあだから自分の手札がある程度把握できてて、セーフ何枚か引いて、もうあとジョーカーかデスしか残ってないんじゃないかなっていう時は、山張って燃やしちゃってもいいかもしれないって感じだ。で、右側はポケットナイフっていうアイテムですね。どのカードを選ぶか決めてください。相手は以下から選択しなければなりません。あー、なるほど。相手の選ぶカードをこっち側で選択できるってことなのかな？そういう感じだよね。まあでもこれに関しては俺はマッチボックス選択したいかな。自分の不利な手札がちょっと消せるんであれば、うん、それは割と大きいんじゃないかな。それはね、当然指なんか失いたくないわけであって。この世界観でもなんかすごいよな。で、次のマスから、あー、なるほど、枝分かれしてる感じだね。ここの青くモヤモヤ光ってるところ気になるよな。なんか脱出ゲートみたいのがきっとあるんだろうから、そこまで行けば、うーん、まあクリアみたいな感じなのかもしれないね。青モヤモヤが気になるから、ちょっとこっち行ってみようか。あ、またアイテムマスだ。ちょっとこれラッキーじゃないね。え、これに関しては変に探索したくないよな、あんまりね。あ、また右側、これマッチだね。さっき選んだアイテム。で、こっちは？あー、なるほど。左側のアイテムは、ウィッシュボーンっていうアイテムで、相手に強制的にもう一ターン連続でやらせるってことかな。ずっと俺のターンをあえてさせると。まあでも、このゲームにおいては自分のターンが来ない方が強いに決まってるもんね。じゃあ、これ、いいじゃんね。このアイテム強いよ。持っていこう。ここのマス、ここ気になる。あ、なんか良さそうなマスじゃない？テレビのマーク。これは？あ、ショップになってるのかな？はいはいはい。どれを買うかが、あー、指を使ってお金代わりになってるわけだね、やっぱりね。
とりあえずアイテムが3つあって、一番上はびっくり箱だからさっき俺が持ってたアイテムだね。で真ん中がステイプラーっていうことでホッチキスだと思うんですけども、まあ右上の説明をなんとなく見る限り自分の指を縫い合わせることができるってことでね、まあだからライフが1個復活するみたいな感覚なのかな。まあでもこれはステイプラーがいいんじゃないかな、ね、指は縫い合わせたいよね。であと2本持ってるから、まあそれ交換しちゃってもいいっちゃいいってことか。まあじゃあ、でももう1個しか選べないのかな。じゃあバックだ。オッケーオッケー。うん、じゃあこれでとりあえずホーチキスをゲットしたと。さあそろそろでも戦ってもいいかなっていう気持ちではあるけども、あ意外と何もないマスもあるんだな。あ対戦マスだね。でも多分右奥か左奥あたりにその脱出みたいなところがあるんじゃないかな。さあ行こうぜ、指をかけた試合。あ俺の指はでも復活してるんだね。で、自分のアイテムっていうのはこの右側に展開されてるやつってことだね、やっぱりね。まあでも序盤なんでまだそんなすぐアイテムガンガン使うんではなくて単純に引いていこう。あジョーカーだ、運悪。さあお前のターン、セーフ。結構あれなんだよな、相手運が良かったりするんだよな。うーわいきなりです、マジか。ちょっとこれはまあしょうがない、必要経費ってやつだこれぐらい痛くもかゆくないさあ、いやまたセーフか、もう次俺のターン。やばい、いやちょっと待って待って、デス札が多すぎやしねえか。これでもさ、マッチを使うかどうかの判断なんかもう運だからね、もう直感でしかないもんね。でまた今もうセーフ札って感じだったってことか。嘘だろ、これ一旦じゃあ指つなげよう。よし、ホッチキスでつなげます、指大切なんで。はいはい、復活あでも連続して引かないといけないのか、ちょっとそれはそれでやだな。オッケーセーフ、さすがにね、さすがにね。さあお前のターンだぜ。おデス札、よしよしよし、これででも結果的には4対4っていう感じだな。うん何度見ても不気味だなこいつな。お前も指みたいな顔してるよ。さあじゃあ最後の1枚、これもでもおいよしよしよし、セーフ。まあなんかあれだよね、5枚あったら2枚ぐらいがそのジョーカーやデスが入ってるようなイメージがあるよな。まあだから、あ、オッケーオッケー。序盤でやっぱセーフを引けてると、その後の確率的にちょっとアイテムを使用するかどうかを考えていきたいなってなるけど。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、セーフ。さあそろそろデス引いてもらいたいが。よし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 。さあそれで残り3本でね。注射器が首元に刺さってんのかめっちゃ不気味だよな。さてここで3枚なんだよね。アイテムバンバン使うのもいいのかもしんないけど、どうしようね。もう1枚ぐらい行ってみるか。うーん、どれがいいかな。これだ、うわそう簡単にはいかないってか、やるじゃねえか。うわこれでこそデュエルってもんだぜ、お前のターンだ。あもう引いたの、セーフだったの。ちょっと待ってリアクションしてる間にお前ズルしてねえよな、バンデットキースみたいに袖からカード出したりしてねえよな、セーフのカードいやじゃあお前のターンもう一ターン使いな、うん、さあお前のターンだぜよし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 、これでデス引いてもらって、オッケーオッケー、いいよ辛いねいやでもそろそろもうこの辺のカードもあんま引きたくないところではあるんだけど、セーフが残ってると信じて、よし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 、オッケーオッケー、時には自分を信じることも大切、まあセーフ、そうだな。さあでここもセーフであれ、よし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 、いいぞ、マッチ使わなくてよかった、うん、からの相手もセーフ、ポンポン行こうじゃないか。さあセーフ、いいぞ。さあそろそろまたデスが出る頃合いじゃないか。残りでも指3本だもんね、まだちょっとライフに余裕あるから引いていこう。おしおしお、いいよ、強運セーフ。さあどうだ、セーフだね、オッケーオッケーオッケー、なるほど、やるじゃないか。いやまあそうだよな、そろそろ出るよなっていう感じだもんね。切断させてもらうぜうわー相手がなんか、うわニヤニヤしてる感じがする。うん、あもう引いたの早いってそれ引くねって言ってほしいよ。うん、さあセーフ、相手はうわマジか、次の手札の中に相手のデスがかなりあるだろうから、ここを抜ければうん山場なんじゃないか。よし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 、これで相手も指1本か、2本じゃなさそうだよね。うんそうだよね、グデーってなってるから多分あと1本だな。うんとなるとまああとは単純な運で引いていけ。うわやべえ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 
俺も一本立っちゃった。くそ。ホッチキスまで使ってこれだもんな。あ、デス引いたんだね。あー。カード引くタイミングちょっとちゃんと見せてほしいよな。カード引くタイミング相手早すぎるんだよな。まあ結果勝ちました。なんか結構面白いんだけどこのゲーム。春だね。じゃあまたこれでボードゲームを動かしていくと。前に一個進む。右行ってみようか。あー、ここ。手前は？あー、なんもないか。これちょっとアイテムマス欲しいんだよな。うわ、対戦！いやー、やばい。連続して対戦になると、やっぱちょっと不利だよね。単純な運に左右される感じがある。さあ、行こうじゃないか。先行俺からってちょっと不利じゃない？うわ、いきなりジョーカーだ。さあ、お前のターンだぜ。うん、まあまあ、セーフだよな。いや、厳しい。厳しい戦いになりそう。セーフ。よし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 。まあ、そんないきなり、デスを引いてたまるかっていう話だよな。あー、セーフか。強運じゃないか。オッケーオッケーオッケー。いいよ。でも俺もセーフ引けてる。相手のデッキにはジョーカーないのかなっていうぐらいジョーカー引かないよね。うわ、やば。これはもうね、しょうがないよね。セーフであると信じて、クーですか。もう1枚ぐらいは絶対デス入ってるって感じだよな。まあしょうがない。これはお互いに1本ずつ失って次のターン。あ、連続デスだったんだね。オッケーオッケー。さあ、じゃあこれで3本に相手はなっていくと。よしよしよし。序盤はまだ、まあ、いいっちゃいいのか。いや、でもジョーカーがリーチかかってんだよな。オッケーオッケー。まずは1枚セーフ札を引いていく。うん、まあまあセーフか。うん、オッケー。じゃあここ行こう。うわ、ジョーカーそろ、やばい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 。まだジョーカー出ないかなってちょっと思ったけど。となるとで、これ俺のターン連続でだろ？え？あ、でも大丈夫だったのかな？ジョーカーがちょっといまいちルール把握してない部分もある。で、お前いつの間に指失ってたの？1枚失ったって感じだったね、その手札をね。でもなんか生産されたみたいだから大丈夫だったってことで。あ、まあ、1個ぐらい。くれてやるよ。それぐらい試合がハラハラした方がいいだろう。かかってきな。さあ、お前のターンだぜ。あ、もう引いたのね。早いって早いって。勝手にこれカメラアングルが若干上向く時あるか。お前の引いたカードが分かんない時あるんだよな。これはでもさすがにセーフか。いや、ジョーカーか。うー、まあでもこれはシンプルな運勝ちできそうな勢いだね。あともう1本だもんね。こっちまだ3本もあるもんな。あー、ジョーカーまた出ちゃった。やばい。さあ、それはセーフだ。まあ、さすがにね。でも、その5枚の中に1枚ぐらいデス入ってんじゃないか。ここ行こうか。オッケー、セーフ。いいよ。さあ、お前のターンだぜ。セーフ。やるじゃないか。ここ。うわー、ですか。まあ、でもこれで残り、俺も指が2本と、ちょっとずつ追い詰められてきてる。やばいぞ。うわー、喜んでる、喜んでる。あ、で、デス札引いたの出た。このカメラアングルが勝手に変わるので分かんないやつ。引いたみたいよ。多分デス札引いたんだろうな、今な。俺の勝ち。なんだかんだデュエリストを次々に倒してるから、そろそろ、うーわ、マジ連続することとかあんの？アイテムマスに止まりたいなーなんて思ったけど、いや、ちょっとこれ厳しい戦いになりそうだぞ。さあ、じゃあ次の対戦相手。今回ちょっと厳しい戦いになりそうだけども、あれだね、この反動を引き直すことができるジャックインザボックスとかマッチとかもちょっと駆使して全力で戦っていきたいところ。いや、初手からですかい。なんか2枚ぐらいセーフ引いたタイミングでマッチとか、その引き直しとかしても良さそうな気がするけどね。あ、 あんたも失ったのね。その、まずこっちのリアクションしてる間にもうお前のターン終わってんだよな。毎回思うけど早いのよ。さあ次。うわ、ちょっと、いや、これはあまりにも運が悪い。まあでも逆に考えれば、残りはセーフの可能性が高いってことでね。やばいな、ちょっと。あ、待って、あんたもなったの？仲間じゃない。ずーっとデスをお互い引き合ってる。かわいそうな俺たち。仲間になれるかもな、俺たち。あー、しかも、ジョーカー札まで残ってんだ、ちゃんと。やばいね。あー、3ですはちょっと、同情する。お前辛いよな。ごめんね。そういう時もあるよね。運が悪いんだよな。すごくね、初手のターンからもう3枚全部ですいって。かわいそうにも程があるだろう。いや、俺もジョーカー大概だな。セーフが、うわ、ちょっと4ですはやめて。お前、次リーチすんじゃないかな。もうお前、
終わりだぞ、次のターンお前負けるぞ、うん、所定の手札で全部終わりだお前、ごめんな。それどうせですってことにしようぜ。うわ俺もです、ちょっと待って、なんだこのハードな戦い。いやもう相手4本失い、俺3本失い、もう引いたのね、セーフだったんだね。ちゃんと俺が見てる時に引けよお前なあ、うん、さあセーフ札、よしよしよし、出た出た、いいぞ。まあでもこれはじゃあもうこんだけ相手デス出してれば、待って、でもこっから豪運を出してくる可能性もあるもんな。うわやばい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 、俺もこれで4本目だよな、ちょっとさすがにやばくなってきた。しかもジョーカーも今場に出ちゃってる状況。あ、引いたんだ、うん、引いたんだって。じゃ最後のデス札見させてくれよ、毎回毎回。勝ちました、相手の運がただただ悪かった、ずーっと。うーん、これどっち行くのがいいんだろうね、なんか最終的にこの辺とかゴールになりそうなイメージもあるけどさ。うーん、1個下のマス、もう1個下のマス、 OK、アイテムマス、いいよ。なるほどね、右側のやつ、これが十字架なんだね。さっきちょっと選択肢にはあったけど取らなかったやつだ。で多分デスカードを取り除いてくれるんだろうから、十字架だったらね、うーん、これはちょっと取っとこう、いいんじゃない。自分の手札にあるデスカードをなんか勝手に除去してくれるってことだよね、きっとね。さあじゃあ次のマス、下そのまま行ってみようか。ああ、いいよ、アイテムマス連続していく。ホッチキスですね、うん、ステイプラーを取っていきつつ、ちょっとじゃあこのまま奥まで行ってみようか。うん、ここの角までちょっと目指していきたい。さあ対戦マスに止まっていく。でも今これでアイテムかなり充実してるんで、じゃあ早速初手からアイテム使わせてもらうぜ。十字架だ、これで俺のデスカードがなくなるはずだ。ファーン、あ、消えた。とりあえず1枚は絶対に除去してくれるみたいだけども、他にもまだある可能性はあるってことだよな。ジョーカーか、うん、まあしょうがない。お、デス、さあ1本取ってもらおうか。だんだんこのデュエルにも慣れてきたね、まさに闇のデュエル。楽しいな。まあでもね、今回ホッチキスもまだ全然あるから、あー、まあまあまあこれぐらいはしょうがない、普通にシンプルに、うん、残りの手札を引いていこう。さあお前のターンだぜ、セーフだったのかな。さあセーフ、よしよしよし、いいよ。さあ相手、あーです、オッケー。まあこれはしょうがないね、うん。じわじわと削らしてもらうぜ。さあでセーフ、オッケーオッケー。やっぱ相手のデッキにはジョーカーカードっていうのが存在しないんだね、こっちにしか入ってない、ちょっと不利になっちゃうカードなのかな。まあこれは右から行ってみようか。うわーですだ、これででもお互いに3本ずつか、まあしょうがない。さあ相手セーフ引いて次の手札、オッケー。じゃあここ行ってみよう、セーフ、オッケーオッケー。アイテム使っても良さそうだよな、ちょっとじゃあこのジャックインザボックス使ってみようか。さあこれでジョーカー、うん、おっ、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。ちょっと1枚でもセーフ出た後だとね、うん、もう1回引き直すっていうのも全然ありな感じがするよね。下をデローンと下げて残り2本だね。さあでもオッケーオッケーオッケー、セーフ。ここがでもデスの可能性全然あるんだよな。おー、いいねいいね。運が悪かったな。日頃の怒らえじゃないか、それはな。じゃあ勝たしてもらうぜ。さあセーフだ、絶対的自信があるんだ俺には。残念だったな。よし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 、ジョーカーカードはない分、相手のデスカードはちょっと多めにもしかしたらデッキに入ってたりするのかな。なんかその辺ゲームバランス調整入ってるのかもしれないですね。とりあえず突き当たりまで来ました。ここは、あ、ここはでも何もないマスなんだ。なるほどね。ゴールマスみたいのは一体どこなんだろう。となるとやっぱ右奥を次ちょっと荒らしていきたいよね。あ、結構何もないマスが多いんだな。あ、待って、緑のマス。これ、脱出か？どうだろう。お！被験体目覚めたか？どうなったんだ。あ、クリアかな。あー、クリアっぽいね。なるほど、あそこまで行けばとりあえず終わりなんだ。ちょっととりあえずもう一回プレイを押してみたんですけども、アイテムは
は全部なくなってました。カメラだけが残ってる状態で、でボードゲームのこの状況だけが、リセットされず残ってるっていう雰囲気になってます。はい、ということで今回は指をかけた死のデスゲームリムフロムリムの方で遊んできました。またこんな感じで一風変わったホラーゲームなどどんどん挑戦していきたいと思ってます。そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥のすべてに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。ファンレター支障箱の詳細は概要欄をチェック。今年中のリリースを目指して現在アルバムを鋭意制作中。制作の舞台裏はメンバー向けラジオで公開しています。いつも動画を見てくれてありがとう。